よ、でっかいよ、シェイ。はい、確認し。いや、足が痛いね、左足が。めちゃくちゃ痛いや、左足。明日病院行くわ。めちゃくちゃ痛い。折れてんじゃねえか、これ。大丈夫です。あんた閉めなかった。いや、親に殺されないよ。大阪で何してんの？配信。何してんのってやったら配信。すいませんでしたね、大丈夫です。最近ついてないんだし、なんか呪われてるんかな。当分の、いや、なんか今日のはマジで走馬灯のように残るから、なんかもう運転怖くなったよね、マジで。明日マジ病院行くわ。左足がめちゃくちゃ痛え。大丈夫です。大丈夫かわからん。まあ後ろから車が来てたら死んでたね。お前の方が怖いけどな。そんなこと言ってる場合じゃねえよ。お前の方が怖いけど。事故の割合は多分だけど82とか91かな。まあ91かな。相手さんは怪我で、まあバスの中で電話したけど、とりあえず異常はなかったみたい。骨とかそういうの、まあとりあえず、まあまあレントゲンだから、次は MRI にはよくわかんないんだけど、まあ、むち打ちにはなったらしいけど。まあ、でもまあ、普通に、なんか、先方さんっていうか、その、もう一人の人は、明日から普通に仕事出るらしい。明日から普通に仕事出ますって言ってたけど、マジかよと。まあ、謝りに。に菓子折り持って行きたいけどね。いや、そんなことしなくていいですよマジでって言われるから、まあ保険のあれが終わってからまあ行こうかな。まあ俺も鎌掘られた時ムチ打ちになったことあるからね。まあでもそんなムチ打ちを無知症なんかあれして、なんか金を踏んだくろうなんていう、そんな人ではない。事故を話題にしてる時点で、いや事故を話題にしてる時点でっていうか、どうせ配信したらこのことしかないじゃん。そんなもんじゃない。どうせ普通に配信しててもどうせこのコメントしか流れない。今回は俺がかまごった感じで、かまごったっつうか、こう来て追い抜こうとしてドン、右後ろにドンってなった。で、あとなんか軽自動車って言われてるけど、相手普通車だから軽自動車ではないけど、どういうあれで軽自動車になったの。追い抜こうとして、いや、僕は左足が痛いっす。めちゃくちゃ痛いっすね、左足が。激おこ？まあ、激おこでもないけどね。まあ、最初は激おこだったけど。まあ、明日病院行くわ、俺は。車両派遣入ってるよ。家族で入ってるやつだよ。
ミズニアンの枠見てたらなんかあのコメントが適当なこと言ってるけど、いや車両保険入ってますけど。当たってバーン当たってその人はこっちにそのまま行ったから、なんかガードレールつかなんか線みたいなとこにそのままドンつって突っ込んで、で俺は当たった衝撃でそのまま一回転してバーンぶつかってから反対方向向いたから、まあ車的にはまあ僕の方が大破してるんだけど、まあ俺が悪いからね。俺は死んだかと思ったけど、マジで。あ、俺死んだわと思った。あ、いい。あ、終わったわ。免停来るか。いや、まあ MRI で相手が、まあとりあえず異常なければ、まあ、免停はギリないぐらい。まあ残り1点ぐらいじゃない。生きてることに感謝ですよ。保険入ってないんやろ。だから入ってるっつうの。入ってなかったらもっと大事になってるわ。親がもっと切れてるわ。親父に確認して、俺これ保険入ってるよねっつったら、家族で入ってるらしいから。だから家族までやったら運転していいみたいな保険。なんで入ってないんだろう。入ってなかったら大変なことになってるから。車両保険は別だから、うん、だから入ってるんだよ、どっちにしろ、うん、なんで君が別だがとか言うの。家族がもう入ってるって言ったら入ってるでいいじゃん。入ってなかったらもっと大変なことやってるから、配信なんかしてる場合じゃないから、お金どうするやって話になるから。まあ死ぬとかそういうのはないけど、まあ、むち打ちがだよね。むち打ちがどれほどあれになるかね。まあ、俺もむち打ちはなったことあるけど、むち打ちは結構長いから。配信はつけてない。配信外になった。あ、すみません、ありがとうございます。ストロングし。マティは無傷。いや、俺左足がめちゃくちゃ痛い。チラチラ後遺症出る。まあ俺出てないけど、ね、まあ、分かんないけど、まあ、イタリア牛折れてんじゃねえ。いやーどうなんだろうね。なんか衝撃波みたいな食らってやる。明日病院行くよ。車大破してどうやって、まあ、まずレッカーが来て、まず警察が来るでしょ。で、まあ、自己検証みたいなして、で全部終わってからレッカーが来て、レッカーに工場まで連れてもらって、そこからその工場の近くから高速のバス乗り場まで行ってバスで行った。人身にされたでしょ。まあ人身にはなるよね。もう動いてる場合じゃなくないか。もうやめたじゃん今日。警察通してるから今さら被害届。被害届はないね。被害届じゃない。車と車がぶつかった。相手ほっとくとろくなことないぞ。いや、ほっとくとろくなことないぞって言われるよ。よくわからんけど、免停の可能性はまあワン、いやーないな。俺1年間切符切られてないからね、なんやかんや。
まあ、ギリ免停、いやー多分免停、まあ、警察曰く免、まあ、ギリギリ免停じゃないって言ってたけど、で人引いたの？いや人は引いてねえよ。落ち込んでる。いやまあそれは落ち込んでるよね。いやまだ免停かわかんない。このまま軽症だったらまあ一発免停はありえないって言われたけど、とりあえず1年間無事故無違反なら。ガードレールは高い？いや10万ぐらいじゃない。でもそれも全部保険からだね。そう保険屋がやってて、止まったわけ止まってるわけじゃないから。車載配信しばらくやめよう。いや車載配信じゃないんだよな。どっちかっていうと車乗るのしばらくやめろよじゃない。だって俺車載で事故ったわけじゃないから。うん、重症じゃない、まあ、重症じゃなさそうだけどね。まあまだ道打ちだか分からんけど、後からまあちょっと首痛めたりするから、ずっと後遺症で首ずっと痛めたりするらしいから。 YouTube 見たぞ。いや YouTube 見たって意味が分からん。配信してねえのに。任意保険も入ってたの？いや全部入ってる。メンバーシップ勧誘です。まあ俺もムチ打ちになったことあるけど、むち打ちになった時点で相手から金をあの引っ張ろうっていう考えになっちゃうから、うん、ずっとむち打ちむち打ちむち打ちって言って、それがね、うん、でもそういう人じゃなさそうだから。まあ配信してたら炎上してたでしょ。YouTube に上がってたぞ。え、よくわからんけど配信してないのに。なおさんの直撃回数。保険は入ってるよ。松本は無事。いや俺は本当、いや俺でもマジで本当今日俺死んだかと思った。自分本当に俺死んだかと思ったわ。警察に職業聞かれたよ。 YouTuber ですって言っといた。なんで、あ、事故後ね。あ、事故後は配信して守られた。まあ高速道路で事故ったのは初めてだわ。いや聞くんですよ。一応家族が乗って聞くようになってるんで、あの車。むち打ちだと3ヶ月。うん、まあ症状にもよるけどね。俺の場合は2週間だったよ。ちょっともう当分車の運転やめようかな。高速で高速運転するのやめようかな。俺はどんな反応？まあ最初は発狂してたけど、まあ後々まあケロッとしてるね。家族限定の保険、あとはそうそうそう、肩も全然キョッとしてる。あ、大丈夫です、主役。沼ハウ
ですね。移動していい？通院だ通院。いや僕がぶつけました。しらく、僕が悪いですね。ずっと通院されるとやばいですね。まあ仕方ない。アリアナグランディやし、人巻き込んだろ。うん、人巻き込んだよ。これ毎回コース事故起こすとき大体配信外なんだよ。大事ですか。相手はとりあえず異常なし、レントゲン撮った結果はね、まあ、ただムチ打ちはあるらしいけど、俺はなんか左足が痛い。チャジラスフェ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 って言えないよね今は。いやだから後ろに車がいたら2人とも死んでたね、間違いなく。トラックでもいたら、ま、即死亡だったね。飛行中の幸いに後ろに車がいなかったんですよね。人を巻き込んで自分の身の心配ばかりしてのんきに収益つけて配信とか、え、何が悪いの。別に収益つけて配信するのも悪くなくない。ダメなの、ダメなの。死んでたら逮捕されてたよ。死んでたらもう交通刑務所行くよ。運転は自粛？いや別に運転自粛はせんけどね。高速はちょっと運転しないかな当分。いや免許取り消しとかならないから。俺警察に言われたのに。ねえ。高速の事故は相当怖かった。今の免許ゴールドじゃないよ。ビビってんの？寝てんのお前。ビビってんの。え、今配信してる場合か。え、じゃあ何するんですか。別に配信してよくない。え、交通事故したら配信しちゃいけないっていうそういうのあるの。なくない。別に。いや結構 DM とか来てたし、ね、まあ、報告的な感じよね。気楽だなって言いたいんだろう。まあそれはね、人それぞれの感情だから。これまあ配信つけたらお気楽だなっていうのもちょっと違うと思うけど、反省しないって見て行って見るやつがいるんだろうな。まあそれはまあ仕方ないんじゃない。だって2000人いて2400人が全員反省してるって、どんな俺がここで泣いたところで反省してねえだろう、嘘泣きすんなとか言うやつもいるし、やだな、ほっとけマジで。俺とその人の問題だから言うて。安定してたらモグ行きます言わないから。モグ行ってないじゃん。不謹慎とかそういうこと言いたいんじゃないかな。いや不謹慎ってよくわからんけど、俺の常は高速道路で事故ってその日に全部終わってから閉店にパチンコ行ってるのに、そういうのは不謹慎。びっくりした。
いや車は笑うなよ、笑ってねえよ、お前だろ笑ってんの。何だよ、いや、潜りはまあ今日は行かんけど、後日行きます。足は大丈夫な、まあとりあえず明日病院に行きます。泣けよ、泣けらんや。普通に考えて前の車は何も悪くない、うん、いや悪いなんか一言も言ってないけど、で俺が悪いよ普通に。明日出るよ、うん、この変な荒れた状態のまま出るよ。まあでもその人とさっきも電話してたんだけど、相手の方と、まあ、保険終わってからちょっと謝らせに行かせてくださいって言ってるんだけど、いや来なくて大丈夫だから気にしないでくれよってずっと言われるんだけど、生きてんだけど行かせてくれないんだけど、どうすればいいのそういう時。まあそこまでなんか来るなって言われるんだったらもう別に行く必要なくない。来なくていいからマジでって言われる。いやいい人やんっていうか、なんか別になんか、うん、そこまでする必要もないよって言われた。保険に任せればいい。何歳ぐらい？30代半ば。来るな言われたら送ったら、まあ、菓子類送るぐらいがいいかな、なら。もう二度と会うことない。まあ確かに、ないね。保険屋だけのあれだから。ちゃんと行かないとだよ。だって来るなって言ってるもん。別に来る必要ないって言ってるから。だから俺も相当言ってよ。いやいや行かしてくださいっつってたけど、いやいいからいいからマジでいいからって、いや本当にいいからって、送った方がいいよ。嫌われてるだろう。いやそれは分からんけど、うん、断られたら行くべきじゃないでしょ。だからもうまあいいやと思って、わかりました、じゃあもう保険屋だけでいいっすかねって言ったら、もう保険屋だけで全然いいよみたいな、てかそっちの方がいいよって。大丈夫ですか、入院しなくて大丈夫ですかって言ったら、いやもう僕明日から普通に仕事出るよって、すげえなと思ったけど、まあせっかく悪そうな人じゃなかったけど、いやめちゃくちゃいい人だったね、めっちゃ優しい人だったよね。相手も、いやだからもう電話もしない方がいいんだってマジで、まあ、あとは保険屋同士でやりましょうよって言われたから。でもしつこく電話するのも絶対良くないって、俺結構今日しつこく電話してたから、ちょっと切れ気味だったしね、しつこすぎて。迷惑かけんなよ。だからこうやって毎回こう具合とか言ってて電話するのが良くないんだって。具合どうですかっつって、いい人だと思うけどまだ分からんぞ。それは分からんけど、まあ保険だけの話だから、まあ、あとは
やばいやつだったら鎌掘りは終わるからね。あー、めっちゃ金取られるってこと。ヤクザみたいなやつだったら金取られるんだろう。めちゃめちゃ取られるんだろう。県担当がはずやったら揉める、それは分からんけど。僕がやることは今後気をつけることですね。相手の車は普通車だね。まあ、車のなんか車種までは言わないけど、普通の普通車。大丈夫じゃないよ、廃車です。事故りました。相手の車より俺の車の方がやばいね。相手はそんなスピード台出てなかったから、ぶつかってバンってそのまま横に当たったんだけど、俺はもうそのまま一回転してドーンって一回ぶつかって、ガードレールにぶつかってから反対方向向いたから、まあ俺よく死なんかったなって思う。俺の車は回転したね。エアバッグ出てねえし。それで無傷。左足が痛い。なんで俺死なんかったんだろうぐらいな勢い。まあティアナが車が頑丈だったっていうのがある。相手の車は、まあ、直せるぐらいだね。だから右後ろの半分がドンってって右後ろがへこんでて、で俺は車がぐわーっ回転したんだよ。車見たけど死ぬようなぶつかり方じゃないやん、だからまあ死んでないんだけど。いやあれめっちゃ怖かったね。あ、もう死んだって思ったの、マジで。あ、俺もう死んだわと思った。マジで死んだと思ったの。だって一回転してぶつかってパーンって向こう向いて、で、あのぶつけられた方がこっちにガーって走って駆け寄ってきて、俺がぶつけてるのにぶつけられた方が大丈夫ですかって言って、わけわからん状態やった。俺がぶつけてる、その人が自分で110番と救急車呼んでた。死んだと思う、あれはマジで。ぶつかって気づいた、それとも物取って変えたらぶつかれて感じだった、ぶつかれて、物取って顔見上げたらぶつかれて感じだったよね。体やばくなってる。少し失神、いや失神はしないけど、いやなんか左足が痛い。この左足が痛い。次の日はもっと痛みが来る。普通加害者に大丈夫ですか言わないぞ、だから俺もビビったわよ。俺人殺したかと思ったの、マジで。
頭はどちらも打ってないな。あんま経験せんぞ。いやこれはちょっと怖すぎるわ。降ってる。俺も確かに背中ちょっと痛いような気もするけどな。CT 取れ。大丈夫か。俺も自白で謝罪配信しとくよ。なんでやねん。あれでしょ。交通事件の時は、まあだからその相手さんはね、さっきけど明日仕事終わってから CTR 行くって。MRI だか CTR 検査行くって言ってたけど、仕事終わってから。いや仕事出るんかいと思ったけど、やめた方がいいんじゃないですか仕事って。いやいや行くよとか言って。 CTR じゃねえや、 MRI や。乗客アイスで、レントゲンはもう取ったみたいだけど今日。CT か。え、事故ったの？事故りました。市長や、いや高速道路で大事故したね。大事故した。いやもう警察は、警察との話はもうないけどね。もう強いてくるなら、その罰金と点数の何点引かれるかっていうのも。電話で来るわけじゃなくて、なんかそんな紙の通知みたいなので、てか免停になったら紙の通知が来るみたい。免停になったら紙の通知が来て、免停ですっつって。罰金はね、なんかまあない可能性、まあまあこのまま鞭打ちとかで、なんつったっけな、なんかそんな、その、まあ警察的には、その、なんだろうな、まあこのままの状態だったら、まあ罰金はない可能性あるって言ってたけど。あんた病院通わんの？いや、通うよ。相手怪我してねえのか。まあとりあえず鞭打ち、他には異常はないって連絡が来た。レントゲン取ったのに骨には異常はない。だから入院しなくて大丈夫なんですかって聞いたら、いやいや仕事明日普通に行きますよって。新聞に載るね。新聞に載るとは思わんけど、被害者に誠意を持って対応しろ。だって誠意を持って対応しても、向こうがだっていやいや別にお見舞いじゃねえわ、なんか家に来るとかそういうのしなくていいんでとか。どう対応するの。もう運転しないでほしいわ。うるせえよ。高速道路ではしないかもしれないけど、なんで君に運転しないでほしいわって言われないといけない。
いや運転すんな本当。いや運転すんなとかって別に、だから何回も言うけど俺とその人のあれだからさ、なんか君と君らにさ運転すんなって言われる筋合いは全くないんだから。なんで？コメントの流れ早すぎだろこれ。どこのコメントエンディかわからんぐらい早いよこれ。おい加害者八つ当たりすんな。いや八つ当たりするでしょ。八つ当たりでしかないでしょ。いやまあとにかく後ろに車がなくて本当良かったわ。もう本当不幸中の幸いそこですよマジで。本当にそこだマジで。あれ後ろに車いたらまあ両方死んでたね。あれお前が言うな。いやお前が言うなって俺が言うだろ普通に。誰が言うんだよ逆に。なで自爆せないゲームやな。何キロスピードで出た、まあ、警察的にも俺的にも言ったら 100キロで出た。で相手が70キロぐらい。ザマー、ちょっとよくわからん何のザマーなの。何をもってザマーだよ。あ、聞き捨てならんコメント発見。え、死んだらよかったのにな。お前はスパムです。はい、結構お前スパム。はい、お疲れ。何がお前死んでるかってね、まあ、こういうコメントが一番不謹慎だからね。マジでマジでお前みたいなやつが一番不謹慎だから。でお前が死んでんじゃん結果。マジでお前人のこと死ねえっつってお前が死んでんじゃん。よくこの流れで、いや死ねばよかったのにお前っていうのがすんげえ目立ったね。すんげえ目立ったね。あと今ね今ねぶっちゃけ俺の中でねコメントで目立ってるやつはマイってやつ。マイってやつのコメントが非常に目立ってます。見逃しませんよあなた。地味に見逃しませんよあなた。サムネが青いやつで。マイノリスナー。そうなの。出てこんか。痛みあと、まあ僕もね、鎌掘られたことあるんですけど、玉突き事故したことあるんですけど、まあ確かむち打ちは結構長いんで。まあでも、まあ長くても、まあ保険で、まあその人が治るまでは。まあ、保険でまあ一生見るということしたから、むち打ちが治るまでは全額その人に、まあ、そこはもう見ないといけない。俺は鎌掘ったね半年。何年も通われる？まあそれは分からんけど。それは分からんけどね。何年も通われるんかな。相手はね、俺の3個上の人だね。あ、違うな。2個上か。あ？あ、1個上か。まあ僕も病院に行きますよ。マジで。
まあ、相手の車もね普通車だったからよかったけど、相手の車は軽自動車とかだったらやばかったよねマジで。いや、お見舞いっていうか入院してないしね、普通に検査受けて、でまあなんか普通に入院するような状態じゃないらしく、別に普通に明日から仕事出るって言われて、まあ仕事大丈夫ですかって聞いたけど、いや普通に出れるよって言われて、まあ気をつけてくださいって、でまあいろいろ終わったらとりあえず謝りに菓子折り持って行きますねって言ったら、いやそんなことしなくていいよって言われて、いやいや行きますって言ってから、いやいや来なくていいからマジでって言われた。まあ送るしかないわ。いやマティアスも仕事休んだらって俺仕事してねえし、いや着替えて、まあ、前方不注意ですね。あ、保険は全部入ってるんで、まあ、だから全部保険